せよ、ナオ二段。こんにちは、ナオです。今日はですね、最近の購入品について紹介していきたいと思います。イエーイ。購入品紹介するのが今回初めてなんですけど、普段どんなものを買ってるかとか、ちょっと久しぶりにね、いろいろ買ったので皆さんにお見せしたいなと思います。最後までぜひ見ていってください。ではですね、まず最初に紹介するのがこちら、じゃーん、コムデギャルソンの T シャツです。こちらですね、もともと赤色のボーダーの S サイズを持ってたんですけど、結構ぴったりめなんですね、こちら。なのでもっとなんかゆるーく着たいなと思って、今回 M サイズで黒色にしてみました。ボーダーあんまり持ってないんで、ちょっとこの機会にいっぱい着てみようかなと思います。楽しみー、イエーイ。お次に紹介するのはこちらです。じゃじゃーん、ヒューマンメイドのミニバッグです。あとついでにこちらの靴下も購入しました。イエーイ。ヒューマンメイドのこのバッグはですね、もともと最近ちっちゃいバッグ持ってなくて、なんかどっかフラって行く時に軽くつけられるバッグ欲しいなって思ったら、たまたま手の大きさぐらいのサイズ感なんですよ。なのでお財布とか、あと携帯、リップぐらいかな、持ち歩く時とかにすごい便利なので購入しました。でこれにね、こうやって紐もついてるので調節もできるし、すごい使いやすいなと思ってこちら購入しました。あと靴下は、私がね、ヒューマンメイドのクマが大好きなんです。ヒューマンメイドのクマが大好きで、クマのものになるともうすぐ買っちゃうんですけど、もうこれもね、もう完売してるんですけども、欲しかったのでもう発売の当日に購入しました。今もいっぱい入ってます。かわいい、こんな感じです。イエイ。ではお次に紹介するのはこちらです。じゃじゃーん、 MM6 メゾンマルタンマルジェラのバッグです。イエーイ。こちらまだね、買ってから開けてないんですけど、どんな感じかというと、友達が持っててずっと気になってたんですけど、お店行ってもなかったんですよね。でこの間久々にお店フラッと行ったら、入荷してて、もう残りわずかですって言われた。残りわずかって言われると買っちゃいますよね残りわずかですって言われて、欲しかったから。もともと黒いバッグも持ってなかったし、黒いバッグ持ってなかったっていうか、黒い小さいバッグ持ってなくて、斜め掛けできるちょっとちっちゃめのバッグ欲しくて、もう即買っちゃいましたよね。わあ、かわいい、こんな感じ。でも中も意外とちっちゃいんだけど、容量いっぱい入る。マッチも広いからいっぱい入るなと思って、こちら購入しました。イエーイ。4万ぐらいだったかな、それぐらいだったと思います。こんな感じ。では最後にお見せする商品はこちら、じゃじゃーん、ナイキなんですけど、これ実はギャルソンとのコラボの靴で、ちょっと開けてみますね。裏側ですね、めちゃめちゃ可愛いです。これコムデギャルソンのコラボのスニーカーなんですけど、私ね、ヒールがあまり得意じゃなくて、あんまり履かなくてスニーカーばかりなんですけど、でもたまにやっぱり女性っぽい服装をしたかったりとか、ね、ちょっときれいめなコーディネートする時とかに外したりとかするヒールが欲しくて、見てすっ
ごい可愛いなって思ったんですけど、お値段がねちょっと高くて、ずっと迷って、そしたら日本のコムデギャルソンがもう在庫なくなっちゃって、なんで海外のサイトで購入しました。もうほんと可愛いな、中もこうやってコムデギャルソンとナイキのマークがついてて、もう、ね、革の素材感もすっごいいいし、なんか長時間この間履いたんですけど全然疲れなくて、あもうさすがです、さすがギャルソン様とナイキ様、ありがとうございます。素敵なアイテム、いやもう本当に高かったんですけどね、今までハイブランドとかにあんまり私興味なかったから、その高いものあんまり購入したことがなくて、人生で初めてこんな高いスニーカー買いました。でも可愛いから結果ほら、もう本当嬉しい、この子もいっぱい履こうと思います。可愛いでしょ、イエーイこんな感じです。はい、ちょっと最後にと言ったんですけど、今着用してるアイテムを最近購入したものだし、こちらも最近購入したものなのでご紹介しようと思います。こちらはですね、フェリーチェって言って私の大親友ミムちゃんのブランドのものになります。すっごいこれ可愛くて、やっと着られてもう嬉しい、もう作ってる過程も全部知ってるから、もうこれ見た瞬間にあもうこれ買います私ってずっと言ってて、でこの間予約販売終わってこの間お家に届いたんですけど、もうね可愛い、着られて本当に嬉しい。で丈感もちょっと今見えないんですけど、ちょうどお尻が隠れるぐらいの丈感なので、ボトムス合わせても可愛いし、もう本当にショートパンツとか合わせてそのミニバージョンみたいな感じで着ても可愛いので、もうこれからいっぱいね、夏にもいっぱい着れるかと思うと本当に楽しみです。あとこの後ろにあるシェリー先生のセットアップは、私がねセットアップを見るとすぐに買っちゃう癖があって、でセットアップでもなかなかサイズが合うものがないんですよ。でこの間シェリー、この間っていうか去年の夏かな、のシェリーの展示会に行った時にセットアップこれあって、もう一目惚れ、もう本当に可愛くて、でもここのウエストも絞るとキュッてなるんですけど、ちょっと上の部分が開く感じなのもすっごい可愛いし、これもね後ろとかがちょっとねこう開いてるんですよ、ほらすっごい可愛いの。これ風とかで舞うとすっごい形すごい綺麗で、ちゃいますよねそうです、こんな感じで今回私上村奈緒の購入品を紹介しました。いかがでしたでしょうか。ちょっと初めての試みなのでちょっと緊張してますけど、いやー期待 しないでください楽しかったです、撮ってる私も。こんな感じで購入品紹介しました。また次の動画もお楽しみにしてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。